やだやだ大丈夫やだやる気満々なんだもん。はい、こんにちは、なあすけです。ということで、明日で枯渇生活が終了します。長い長い枯渇生活がね、ついに明日で完結するんですけど、今日はね、まあ、結構正直きついところとかがあって、弟がねそれを見ていろいろと手伝ってくれるっていうことで、今日ねお家に来ることになりました。だからこの2日間をですね、最後の枯渇生活を弟と送ることになりそうです。今日はねバイト帰りでこっちに来るって、遠いところから電車に乗ってくるっていうことで、まあ、すごいお兄ちゃんとしてはめちゃくちゃ嬉しいから、なんか食べたいものがあるかないか聞いて、なんか食べたいものをご馳走してあげたいなって思います。ということでですね、弟の帰りを待ちましょう。行きましょう。弟が来たみたいだ、弟が来たみたいだ。迎えに行きます。よし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 。お疲れー。あ、びっくりした。お疲れさー。ありがとう。撮ってんの？撮ってます。ひすけくん、はい、ありがとうございます、来てくださって、はい、何が食べたい？いいよ、直感で直感で。イタリアン系。イタリアン系。サイズ行きましょう。サイズに行きましょう。こっち向いてるんですけれども、ひすけくんが来てくれました。ということで、これからごちそうします。何でも食っていいからね。バイトお疲れ様、行きましょうか。カロリー感じる匂いかな。目で感じてた。美味しい。うまっ。美味しい。僕はコーヒーをいただきます。ピースケが美味しそうに食べてます。ここまで来てくれたんでね、たくさん食べていただいて、僕もすごい幸せだ。うまい。うまいって。俺なんかもう焼肉行こうと思ってたよ、本当は。なんか食べたいものあんのかなってずっと思ってた。イタリアンっつったら俺もサイズしか浮かばないんだよね。今度いいイタリアン連れて行くわ。ということで、もうだいぶねご飯食べてからちょっと経ったんですけど、僕はもうね夜いつも動けなくなっちゃって、動くのにねあーってため息をつくんですけど、ひーすけがねもう布団引いてくれたりとか、いろいろとね手伝いをやってくれて、めちゃくちゃ今助かってます。なんか心霊写真みたいになっちゃうかな。大丈夫。終盤でね結構きついけど、もう本当にね感謝しかない。もうさっきからひーすけにありがとうしか言ってないで。本当にありがとう、マジで。明日朝からね有酸素とかに付き合ってくれるって言ってきたから、もうね本当にありがとうって感じです。ということで、今日はゆっくり寝て明日に備えたいと思います。じゃあね。おはようございます。時刻は5時47分。ひすけもね起きてくれて、本当に最後の枯渇生活誰かといるって結構心強いなって感じてます。今日枯渇生活最後の有酸素です。楽しくやりきります。有酸素に行きやす。ひすけくん、おはようございます。おはようございます。優しい。これからねゆったりゆったり歩いていきます。眠くない？眠い。眠いよね。本当にありがとうね。いつも何時起き？10時とか。バカだよね、5時起きとかね。ありがとう、本当に。君に決めた。帰ってきました。ひすけとね有酸素に行ってきて、疲れて休憩してた時に肩揉んでくれたりとかね。え、優しすぎて、なんかある？もしかして。なんもない。なんか買ってもらいたいものある？なんもない。もう買ってあげるよ、もう何でも買ってあげるよ。ということで、ひーすけと僕のご飯です。これは自分に合わせてくれた？朝が食えない。あ、普通に食べたいもの買った？買った。じゃあ食べましょう。はい、いただきます。でもパン食べれないね、減量してたら。パンの種類によったりする。脂質が低ければ。美味しい。めっちゃ美味しい。ちょっと食べてみる。うまい。ほろほろでしょ。見てこれ、プロテインがね、これね2杯分入ってるんですけど、これひーすけのプロテインね、僕ん家にあったプロテインを混ぜたらしいんだけど、何混ぜた？下が北海道ミルクで。北海道ミルク。上がクッキー&チョコレート。それうまいの？ミルクと北海道クッキークリーム。当たって。当たって。僕はちょっと飲めないけど、食レポ聞きたいわ。それミキサーするんでしょ？めっちゃ頑張ってんじゃん。お飲みください。いただきます。果たしてどんな味なのか。
クッキーにね生アイスクリームが乗ってるみたいな。あ、すんごい匂いする。でもめっちゃいい匂いするんだけど俺甘い匂い。筋肉食堂になってますね。お昼になりなんとご飯を食べている。何を食べてるんですか。ザクそばと干さといもに。なんかお祭りみたいだね。奥にあるのが引っ越しのね段ボールなんだけど、これもねひーすけとちょっと手伝ってもらって準備してました。あとはねここに景品が、前やったプレゼント企画の景品が今ね準備してるところです。一人だとできないことが二人だとねいろんなことができて、話し相手がいるとねやっぱりすごい作業が進みますね。 YouTube も編集したりして、割と枯渇生活にしては動けてる日を過ごせてんじゃないかなって思ってます。これからひーすけと一緒にジムに行きます。一人だとねやっぱトレーニングとかもちょっとなかなか集中ができないんですけど、最後弟と一緒に枯渇生活最終日を乗り切りたいと思います。ジムに行きましょう。帰ってきました。枯渇生活のトレーニングが終了。最後ね、まあ弟がいてくれたおかげで結構ね、僕ももともとトレーナーとして働いてたから、弟と触れ合うことによって楽しい、トレーニングって楽しいって思いました。何笑ってんねん。これね見てください。今もうね散らかりきってる、やばいですね。今ですね引っ越しの準備もしております。さっきからねひーすけにね手伝ってもらってるんですけど、今トレーニングやってきたから気分がいいから結構頑張れるかなと思います。わーっとこれ地震で絶対倒れますね。やばい。ここに寝るんだもん僕。震度何で倒れるこれ。3。結構な確率じゃないそれ。ということでやっていきましょうか。はい。やばい、さすがに疲れた。カロリーが切れた。いやこうなるのよ本当に。一人だったら15分ぐらいこうやってやって。めっちゃ合わない。寝れないんだよ減量期で。本当にありがとうマジで。お願いします。頑張ろうかもうちょっと。頑張ろう。ありがとう。リアル撮ってくれる人もいないからね。ありがとう。行きましょうか。うん、はい、ということで終わりました。ほら見て、結構ね片付いたのよ。すごい片付いて、ひーすけありがとう。クール。めちゃくちゃ手伝っていただいたんだけど、何が食べたいですか。いや肉食いたい。肉、肉行きましょう。焼肉でいい。やった、焼肉食べたい。よっしゃ、もうね一日手伝ってくれたから、ちょっと焼肉を今日はね行きたいと思います。結構いい焼肉に行けるといいですね。はい、じゃあちょっと僕はね、あの一旦お風呂入っていいですか。焼肉の前に。何ガマですか。バランスガマです。お風呂入ったらね結構楽になるんでね。これからお風呂に入って、焼肉のカメルヤミフィニッシュマンお風呂に入りましょう。今お風呂から出てきたんですけど、ひーすけがね結構体が大きくなってて、ちょうどね僕がトレーニング始めて半年ぐらいの体に結構似てるんですよね。せっかくだから僕が今絞り切ってる、もう完全にハンデありの状態だけど、ちょっと比較したいなって。大丈夫。やだやだ。大丈夫。やだ。やる気満々なんだもん。比較します。ちょっとお風呂も入ったからね、結構抜けてんだけど、でもかっこいいわ、やっぱ体。めっちゃ似てる、でも体が。本当？うん、この毛の生え方とか。じゃあ焼肉に行くか。はい、ありがとう。はい、行きましょう。匂いがね、もうすごいいいからね。最高です。
キースケが帰ってですね、もうめちゃくちゃ美味しそうに食べるから、もうめちゃくちゃ幸せな気分になっちゃって、やっぱりね嬉しいですね。弟がやっぱりこうやって助けてくれるっていうのは僕はすごい嬉しいと言いつつ、ご飯を食べる、今日でね枯渇生活が最後です。もうこのね胸肉とかじゃがいもとかも、もう当分食べることないんだろうな。うまい、美味しい、ほんわか焼肉の匂いがするなんかね枯渇生活最後で苦しい顔を多分望んでる人がいたと思うんですけど、キースケのおかげですんごいね最後笑顔でね一日を過ごすことができました。本当に感謝しかないです。精神的にもね身体的にもね、いろいろ手伝ってくれてめちゃくちゃ助かったし、こんな引っ越しのね段ボールとかすぐにまとまると思わなかったから、部屋も結構今広々してます。引っ越しと重ねちゃった僕が悪いんですけど、ついにね明日お米を食べます。嬉しすぎるよ、もうめちゃくちゃ嬉しすぎるよ。1ヶ月ぶりぐらいじゃない、お米鮭とね一緒に食べようかなと思ってるんだけど、やばい、ちょっと明日がね楽しみすぎてね、よだれが出てきちゃって今明日は炭水化物を入れます。ついにね本番までかなり近い日数となりましたが、最後まで全力で気抜かずにご飯食べていきたいなと思います。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。